桜山神社は、熊本県熊本市中央区に鎮座する神社である。天照大神家、豊池大臣を主催神とし、林桜園、明治維新で活躍した日後金納刀の師士、神風蓮の列士らを合わせ祀る。境内には、神風蓮資料館がある。1885年、明治維新で活躍した日後金納刀と神風蓮の遺族が、秋田郡留家村に、 生中の日と123市の日を混流し、桜山同士会を組織したことが起こり、その後、1913年に桜山市道を建築した。第二次大戦後の1948年、桜山市道から桜山神社へ改称した。熊本在住作家、思想家、荒木正野は1978年境内に財団法人新風連資料館を建て、 理事長になる。なお、新域には、林桜園の墓、宮部定蔵の下避、大田黒友加谷政権以下123市の墓、荒木聖子の検証費などもある。1978年11月、桜山神社の境内に造営。上風連の変は、1876年に、熊本市で起きた、氏族反乱である。上風連資料館では、 神風連の列紙や日ご金納刀関係の部分、絵画、遺木、遺品等、約500点を展示している。日本歴史地名台形44、熊本県の地名平凡社、1985年、502ページ、ABCD 熊本日日新聞編纂、発行、熊本県大百科事典、1982年、384ページ。 熊本日日新聞編纂発行熊本県大百科事典1982年38ページ新興熊本大博覧会協賛会熊本1935年36ページ熊本日日新聞情報文化センター熊本の博物館熊本日日新聞社1993年50から51ページありがとうございます